天津港爆発の一天津港周辺の地図2015年天津浜海新区倉庫爆発事故は2015年8月12日午後11時半ごろ、中華人民共和国天津市浜海新区天津港7号古門にある天津東津吉保税港区随海国際物流有限公師の危険物倉庫で発生した大規模な爆発事故であるこの事故により天津港は 公安機能が麻痺する状態に陥った。爆発により損壊した建物と車メディアを再生する爆発の被害を報道するニュース事故現場は天津市浜海深区の公安地区にある国際物流センター内にある危険物倉庫である。8月12日午後11時頃一帯に火災が発生し、11時半頃に2回の爆発が連続して起こり、周辺住民も含めて、 死者165人、行方不明者8人、負傷者798人の惨事となった。爆発現場から半径 2km 圏内にある建物の窓ガラスが割れ、現場近くの住民は昼間のような明るさだったと語った。消火活動後に撮影された航空写真では、爆発現場周辺の地形がクレーター上に変形しており、事故の影響の大きさを伝えている。また、 津浜ケーキの東海路駅駅舎とコントロールセンターが爆発で大きく損傷したため、8月13日から全線で運行停止となった。トヨタ自動車の現地従業員50人以上が負傷し、高校付近で保管されていた、ルノー、フォルクスワーゲン、トヨタ自動車、富士重工業、マツダなどの新車も激しく損傷した。日系ブランドのほか、ヒュンダイ、キア、 フォルクスワーゲン、ルノーなどを含む保管されていた自動車1万台は激しく破損。付近にアルディア、キャタピラーなどの生産拠点が業務を一時停止した。トヨタは、天津市内の2つの完成車工場をいち早く再開し、安下地工場を8月28日から、西青工場は27日から生産を始めた。ニータは中国福建省で生産する。 飲食店向け固形燃料を日本に輸入できず、国内他社に当面生産を委託することとなった。8月15日、爆発により危険物専用の倉庫に保管された700トンのシアンカナトリウムの一部が流出したため、当局は現場の半径3キロメートル以内の住民に緊急避難するように命じた。シアンカナトリウムは常温で固体だが、 水や酸などと反応すると有毒で引化しやすい、生産ガスを発生させる。口に入れたりガスを吸い込んだりすると、呼吸困難やめまいを引き起こし、数秒で死亡することもある。今回、まず23の消防中隊及び93両の消防車用、総勢600人が出動し、消火作業に当たったという。本県では、危険情報の教育を十分に受けていない。 消防隊員が発火したコンテナに放水作業を行ったことが二次被害につながっていると見られる。なお、中国の公安消防部隊は中央軍事委員会及び公安部の参加にあり、中国人民武装警察部隊を通じて徴用される消防新兵と呼ばれる兵士たちであり、危険物処理に関する十分な専門知識と経験に基づいた訓練を受けていないことが実態と見られる。 現場では、この対応により、バリバリという音がして光り出し、爆発したことで、消防隊も多数の死亡者を出している。大気に拡散した有害な煙は、牧海の方向へと拡散し、朝鮮半島付近に達している。シアン化ナトリウムは固体であり、雨に溶けたり、重力で落下する。一方、シアン化水素は、分解速度が遅く、摂氏十六度以上の温度で空気よりも、 比重の軽い気体のため、大流圏に長く止まる。山形大学理学部の柳沢文高教授の話によると、大気で薄まるため、健康被害が出るような汚染物質が日本に到達するとは考えにくい。ただ、正確な汚染物質が分からず観察していく必要があるとしている。その他硝酸アンモニウム、硝酸カリウムなど、全四十種類三千トンもの危険物が、 規定量を大幅に超えて保管されていた。人民解放軍の NBC 部隊による調査では、近隣の土壌からナトリウムを検出しており、土壌汚染の恐れがあると言われる。中共中央総書記、中国国家主席、中共中央軍医主席の習近平は、全力を挙げて負傷者を救助すると指示。中華人民共和国国務院総理の利克強は、 爆発原因の徹底的調査及び新域の公開を指示した。中華人民共和国公安部の確保へお帳とする国務院の対策チームが現地に派遣され現場で救助活動を指揮した。事態を重視する中国政府は報道規制の動きも強めている。中国国家インターネット情報弁公室により十六日までに計五十のウェブサイトが閉鎖され、 ソーシャルネットワークサイトは360個のアカウントを凍結した。政府のネット管理部門は13日、地方紙、定周版法のインスタントメッセンジャー、ビシーンのアカウントが今回の事故に関して事実と異なる情報を発信したとして微信の発信を1週間停止させる措置を取ったことを明らかにした。事故の翌日に現場近くの市民が 喉の痛みや目の痒みを訴えたが、これに対する市民のインターネット上のコメントなどは、当局に摘発された。現場から6キロメートル離れた場所で魚が大量死、した写真がミニブログなどに発信された。天津港につながる海岸という浜海深区の大規模河川の膨張水門付近で、浮いた魚の腹で真っ白になっている。国営中央テレビや英字紙グローバルタイムズは、 現場水域で、シアン化合物は検出されず、別の酸素欠乏などが原因であると人民の不安を打ち消すよう報じた。8月18日、中国共産党の中央規律検査委員会は、国家安全生産監督管理総局のよう、東領局長を重大な規律違反と法律違反の疑いで調査していると発表。局長は2012年5月上旬まで、 天津市副市長で、ペトロチャイナなどと組んで、天津の石油化学プロジェクトを推進したと言われている。一部では、習近平総書記の政敵で、すでに失脚した石油罰の集英邦の一派の排除につなげたのではないかとされている。また当局は、天津市の爆発が起きた倉庫を所有する、中国企業、追海国際物流公司の馬名部委会長ら10人を拘束した。 中国政府により組織された天津港8月12日随海講師危険物倉庫特別重大火災爆発事故調査チームは2016年2月に調査報告書を発表しその中で随海講師が事故発生についての主たる責任を持つと認定した2016年11月には随海講師の関係者らに一審判決が下された 2015年8月17日の時点では、天津振興は危険品の取り扱いが中止となっている。爆発地点から6キロメートル離れた川で魚の大量死が起きており、現在その原因が調査されている。香港では、天津からの農作物、畜産物及び海産物の輸入制限について議論が行われている。また土壌への影響も懸念される。 人民解放軍の NBC 部隊が投入され、現場の土壌サンプルを検査したところ、ナトリウムが検出された。水と接触すると発火する性質があるため、雨が降ると火災につながるリスクが懸念される。ありがとうございます。